時刻は夜8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。日曜日の憂鬱の時間です。番組パーソナリティのカットしない美容師仲間君広と争わない弁護士工藤敦子です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、この番組は日曜日の憂鬱な時間を希望に変えていく内容となっております。最後までご視聴どうぞよろしくお願いいたします。はい、また番組ではメッセージを募集しています。宛先メールアドレスは797@fmgino1.com、797@fmgino1.com までお願いします。また YouTube でも、同時に視聴ができます。FM ギノワン日曜日の憂鬱を検索していただけると、視聴できますのでこちらも合わせてお願いします。お願いします。はい、ということで10月も、はい、10月に入りましたね。はい、もう4月から始まった日曜日の憂鬱も半年が過ぎましたね。そうですね、はい、ね、早いですね、はい、なのでそろそろちょっと沖縄県の宜野湾市の話にということでですね、いろいろあったんですけど、はい、恥ずかしながらですね、あの普天間基地っていうのが宜野湾市にあったっていうのを、あの、はい、結構有名なあの米軍基地なんですけど、普天間あの有名なあの、うん、基地で、普天間基地ってあの、うんうん、実は宜野湾市にあったっていう。そうなんですね。本当に我らが宜野湾市にあったっていうところです、ね、そうなんですね。すごい有名ですもんね、普天間。そうですね、はい、日本にですね米軍基地で131個あるみたい で、はい、で沖縄県も、県全体で31個あるそうです、うん、多いですね、やっぱり。まあ、その中でも普天間基地っていうと結構有名ですね、いろいろ。まあ、いろいろも、まあ、いろいろと、うんうんうん、いろいろとニュースでも聞きますが、でも確かにすごい知名度の高いところですもんね。そうですね。ここが我らが宜野湾市にあったと。そうですね、はい、米軍基地の中って実は国はアメリカなんですね。そうですよね、はいはいはい。だから簡単になんかパスポートないと普通に入れないし、うんうんうん、なんか一応その基地の中に住んでる人はアメリカ国籍持ってる人はあれなんですよね、その基地の選挙権みたいなのがあるんですね、アメリカの。ああ、なるほど、うん、なんかそうみたいです、うんうん、なんかでもイベントとかやってるんで、うん、あの一個ですね、こう見ると普天間基地もとか、あと有名なのは大きい嘉手納基地とかですね、あのオスプレイとか、はい、飛んでくる、はいはい、ああいうとこもすごいイベントをやって戦闘機に乗れるとか、なんかイベントもやってるのでですね、うん、ぜひぜひですね、うん、まあ行ってみてくださいって変ですけど、戦闘機とかでも一回乗ってみたいですよね。でも乗ってみたいですけど気絶しそうですよね。そうですね、あのブルーインパルスとか、もうあれも一応戦闘機ですよね、うん、もうなんかあの一度東京オリンピックのとかパラリンピックの前に東京の空を飛んだ時に、はい、はいはい、めちゃくちゃ速いですね、もうなんかスピードが、うん、すごいですね、うん、すごいですよね。なんかそうですね、うちもたまたま見えたんですけれども、すごいですよね。すごいね、なんか乗り物としてすごい性能ですよね、なんか。まあ、ただあのブルーインパルスとかは戦闘機というよりもなんかこうみんなを楽しませるイベントみたいな感じで、結構先日もですね、うん、長崎市にあの新幹線が通ったんですけど、はいはいはい、おめでとうございます。ブルーインパルスが飛んでて、あ、長崎飛ぶんだと思って、はい、すごい。ブルーインパルスもすごいし、長崎に新幹線がっていうのもすごいですね。そうですね、はい、うん、すごい感じですね、うん、沖縄はあのユイレールっていうあの一応、モノレール走ってますんで、まあ、これも歴史はそんなに長くないですね。沖縄に初めて
電車が通るみたいな時が、あるんで。確かに、電車なかったんですもんね。そうですね。ねえ、まあ、こういうのも、今年はもう本当にコロナ明けでイベントいろいろ楽しみたいなっていう感じですね。そうですね。この後どんどん、そのあたりも解放されていくんじゃないですかね。そうですね。ということで、じゃあまた、ちょっと今日もお便りを来ておます。願いします。茨城県つくば市の、キャンプファイヤーさんから、25回おめでとうございます。シーチキンが海の鶏肉だったとは。考えてみれば、由来を考えたことなく、ずっとシーチキンと呼び続けていたので、初めて気づいて勉強になりました。癒されてためになる番組、これからも楽しみにしていきますっていう。キャンプファイヤーさん、ありがとうございます。そう先週、商標の下りからでしたよね。一般名称化しちゃうっていうと、商標権行使できなくなっちゃうっていうのからの、そういえばシーチキンもっていう話でしたそうですね。よね。有名ですもんね。そういうのありますよね。気がつかないで、あんまり意識してないで使ってるワードとかありますよね。本当によく考えますよね、シーチキン。なるほどなっていう。なるほどな、ですよね。海のチキンで、海 妻のだ。チキン。マグロだ。なんか、子供とかは分かりやすくていいかもしれないですね。あ、チキンって言えばチキンに感じるし。確かにチキンっぽいですしね。お便りありがというとうか、ございありがとうございました。ました。じゃあ、ここで一曲聴いていただきます。グリーンで星影のエールです。ではですね、またちょっとお便り、今日もご紹介します。東京都台東区のゾノゾノさんからですね。そもそもさん。ノミニケーションと言いづらくなってきた昨今、誘い方や誘う頻度などスタッフを抱えていますと、難しさを感じています。私はお酒が弱いのですが、お酒の席は好きです。もともと飲めないため、自己開示には全く困っていませんし、逆にお酒の力を借りない術を身につけたかもしれません。でも、お食事と合うお酒をもっともっと楽しめたらなと、そこは少し残念に感じています。あと、髪の毛を早く乾かした方がいいのは知っていましたが、キューティクルの開きと乾燥から来るものとは知りませんでした。どちらもプロ目線のお話なので、興味深く楽しかったですっていう、これ先週のコメントですね。ありがとうありがとうございます。ございます。ですね。ちょうどハラスメントのお話もしてたしっていうのですよね。そう飲でみす。に誘っていいのかとか。どうなんでしょうね。まあ、改めて スタッフっていうか、社長さんで従業員とか社員抱えてると、まあ、いろいろあるんでしょうね。あるんでしょうね。でもコミュニケーションもね、取りたいとこですし。もう最近、ノミニケーションっていう言葉も使わなくなってますね、多分。そうそですんなね。に。多分ね、若い方知らないかもしれないですでも、お酒が弱いのに、お酒の席が好きですっていうノリもすごい素敵ですよね。素敵です、素敵です。なんか、安心しますよね。飲む方側から言うと、なんか楽しんでもらえてるのかなっていうのが、飲まない方は心配になっちゃうので。そうですね。で、全く飲まない人がいて、めちゃめちゃ生ビールばっかしか飲まない人もいて、みんな割り勘ってなるって結構悲しい。でもなんか普通にそれでも割り勘で払っ成立するのじゃないですか。めちゃめちゃすごいですよね。なんか生ビールばっかり飲む人ってもうやめてくれよって感じじゃないですか。もうなんか生ビール、本当に生ビールしか飲まないみたいな。片やもうなんか、オレンジとコーラだけひたすら飲むみたいな感じでもう、それ割り勘って言われたら結構きついなっていう。
どうですかね。僕はそういうの結構気遣って、いや、いいっすよっていう、やっぱりその人と払いましょうっていうのが思うんですけど。思いますよね。まあ、飲み会に行くと、こう、私も傾斜つけたりはしますよね。そういう方には、ソフトドリンクの方にはって、やっぱ思っちゃいますけどそうですね。ね。なんか今は、やっぱり昔と違って先輩が払うとか、男性が多く払うっていう文化が、やっぱ若干今、結構文化的にはちょっと、みんな割り勘っていう風習になってきてますよね。若い人は特に。なってきてますよね。確かにその、変な話、先輩、1個上の先輩でも、まあ、正直、給料そんな変わんないわけじゃないですか、1個下の後輩と。それなりになんか多くあるっていうのも まあ、ちょっとどうかなっていうのもあるし、なんか時代が、多分それに関しては結構、昔、多く払って育った人とかにすると、いやいやいや、それ先輩が払うんだよっていうのが結構根付いてる人からすると、割り勘みたいな感じになるかもしれないですけどね。でもなんか、個人的な意見ですけど、割り勘でいいと思います。基本は、ベースは。ベースは割り勘でいいと思います。割りなんか、勘。理解がないですよね。その割り勘の方がもそうですね。う。なんか、こう、感情がやっぱり出ちゃうじゃないですか。その、払った、払ってないっていうのもそうだし、この間は払ってくれたのに、今回払ってくれないんだみたいな、おごってくれないんだみたいな。なんかもう、それもない、なく、完全にもう、割り勘って決めた方が、先輩とか後輩とか関係なくですね。確かにその方がいいのかもしれないですね。わかりやすくて。そうですね。今特にその、特に居酒屋とか飲み屋さんとかは、タブレットで会計すると大体1人いくらとかも出てきたりするので、出ますよね。確かに。一人の値段出ますね。そまあ。うですね。確かに、確かに。あとなんか結構公務員の方とか大変ですよね。ちょっとでも利益供与になっちゃいけないからとかで、ちょっとでもおごられちゃダメみたいなのとか。だからやっぱりここも昔とはやっぱり違ってきてますね。昔は多分そんなことなかったんだと思うんですよね。そこまでうるさく言われないし。そうですよね。なんか最近は民間でもちょっとそういう、なんでしょうね、会社があったりするみたいなので、なんかいろいろコンプライアンス的にも、その方がいいのかもしれないですね、もう平等にね。そうですね。官の方がね。なんかでもこう、おごられたこともたくさんある私の世代だと、その時言われたのって後輩に返してあげてねって言われてたので、ああ、そうですね。返してあげたいなみたいな気持ちもあるんですけどね。いや、わからないですね。でも、その昔はやっぱり年功序列っていうのが結構、日本の企業って特に、まあ今もそういう風習はあるかもしれないですけど、やっぱり先輩の方が、こう、年々こう給料も所得も上がっていくっていう文化が結構、あったんで、思うんですけど、今はもう、確かに。まあ、企業とかは結構その、もう本当に実力主義じゃないですけど、全然年功序列じゃないというか、もうやったもの、成果に対して出しますよみたいなところで、なんか、まあそういう流れもちょっとあるのかなとは思いますけどね。まあそうですね。年上の方が必ずお給料が高いわけでも何でもなくなってきてますしいやー、本当。ね。そうです。あんまりだから先輩とか上司をたかっちゃいけないんだなと思います。ですね。だからあれですね、まあ、関係性としては、もうおごるんだったら毎回おごる。毎回おごる。毎回おごる。大変1000だ。円多く出すなら毎回1000円多く出す。で、なる割りほ勘、ど。毎回割り勘って感じ。今日はおごるよみたいなのが多分ダメなんでしょうね。なるほどですね。じゃあもう最初の時に決意を持ってですね。お互いの中で、やっぱりお互いその関係性の中でルールをちゃんと決めた方が、変な感情が出てこないというか。なるほどですね。いや、本当に大事ですよね。なんか、その、感情ってすごい大事なんだけど、あんまりやっぱり、なんかこう、期待をしちゃうじゃないですか。その、当たり前じゃないんだけど、当たり前と思ってしまうみたいな。
でも最初からそれないんだよって分かってれば別にその感情すら湧かないんで。まあだから、言い方も良くすれば本当にいい時代になったんじゃないかなとは思いますけどね。まあそういう、こうかん、ちゃんとしたルールのもと感情をブロックできて、そうですね。なんか違う方向に走っちゃう場合もありますからね。最初はいい、なんかその、おごってもらわないだけのを例に出すだけですけど、その、最終的に違う方向にこう、なんか気持ちが流れていって、なんかあの時は良かったみたいな。あれから40年みたいな。40年。きみまろさんが出てきちゃう感じさんのネタですけど。なるほどですね。まあ、その時代の流れで面白いってことですよね。そうですね。まあでも、ルールは大事だしっていう、平等も大事だしっていうとこで。っていうところで、ぞのぞのさんのお便りから。ぞのぞのさんのって全然ちょっと飛んじゃいましたけどもうね。ね、いろんなところに流れ着いております。なるほどですね。あと髪の毛はちゃんと乾かしてくださいね。そうですよね。早く乾かしてくださいね。塩素がね、付着してるからっていうお話でした。そうですね。わかりましたよ。もう一件。はい。はい、お願いします。千葉県松戸市の、どこでもサックスさんから。はい。最近も必ず髪の毛の話題が出て楽しいです。僕は真っ赤に染めているのですが、美容室で染めた後、家でシャンプーすると色落ちがする。お風呂場が殺人現場のようになって、色もこびりついてしまってなかなか落ちません。色が映らないようにするコツやアイテムはありますか？これに関しては、確かに、まあ、そこね、中野そのさんのね。台によって変わるので、まあ、結論から言うと、この映らないようにするコツはありませんって感じですね。まあ、ちょっと、その、色落ちしないようなシャンプーとかもあるんですけど、まあ、実際どこの範囲でっていうのは、目に見えてわかるとこって経験上ですけど、ないので、そうなんですね。なんかね、ほら、家で染めたりすると、お風呂場についちゃったりすると、本当に落ちないですもんね。落ちないですね。まあ、あとはその、本当に剤の種類というか、染める薬剤の種類で結構違ってくるので、この辺細かく言うと、多分このあと数分の間では絶対終わらないんで、なるほど。多じ分ゃあ、真っ赤なんでね、対策が難しいってことですね。そうですね。だからもう、とりあえず真っ赤か一回やめるべきかもしれないですね。確かに真っ赤かは、あれですね、殺人現場みたいになっちゃいますね。そうですよね。でも例えばこう美容室のそういう髪洗うところっていうのは何か違うんですか、普通の家庭と。いや、基本的にあれですね、まあ、トイレの便器みたいな、あれ作ると同じなので、やっぱり落ちないものは落ちないんで、だいたい毎日キッチンハイターで落とします。そのシンクは、シャンプー台シンクは、キッチンハイターで落とすっていう感じ。白白なんで、基本しちゃうんでいいんですけど、ただ、やっぱり、まあ、家もだから、あれですね、その、キッチンハイター使えば多分落ちるんですけど、ただ、その、洋服ってなると、また違うので、もうそれはクリーニングのプロの人が多分いるんですよ、そういう。だから、なるだけ、その、手を加えずに、その日にクリーニングに持っていけば、もしね、落ちるはなるほどです。あとはご家庭のお風呂とかでね、キッチンハイターやっていいか問題は。ずですね。どうなんでしょうね。はい、家賃だから 大丈夫。キッチンハイターはいいんじゃないんでしょうかね。別にそんな高いはないですね。まあ、環境のこと言うとちょっとわかんないですけど。どうでしょう。なるほどですね。じゃあ、赤く染めないで白く染めたらいいんですかね。いや、白く染めると白く染めるで、それは白く染めるっていう、白ってないんですよ、基本。
白く染めるっていう、そうなんですか。白くは染めるんじゃなくて脱色になるんです。なるほど、抜いてるんですね、色を。そうなんですよ。だいたい、ですね、色のトーン、髪の色のトーンって1から20までだいたい表記されるんですけど、20っていうのがちょうど白の状態なんですよ。で、日本人の髪の毛ってだいたい4.5トーンなんですね。だいたい平均でですよ。5の人もいるんですけど、ハーフの人とかもちょっと明るい人もいるんですけど、基本的にだいたい4.5ぐらいって言われてて、で、真っ白っていうのは20トーンですね。白髪も20トーンなんですよ。だからそこの中で、そのカラー、まあ、いわゆる美容室のカラーリングというのはコントロールをしていくんですけど、なるほどですいっぱい話したいですけどね。ね。まあ、ぜひぜひ。話したいけど、まあ、ここまでにしとかないと結構マニアックになっちゃうので。そうですか。じゃあ、マニアックな回をまた別に。そうなんですよ。で、今、若い人って結構、色をやっぱり脱色して、色を上からまた被せてっていうのをやってるじゃないですか。でも、年を重ねると、白髪が出てきて、白髪は嫌なのに、脱色白にするのは OK なんですよ。なんか不思議なんですよね。日本じゃなくて、その人間の人の心理っていうか、それってなんか白髪にしてるじゃんっていうふうに、ちょっと、そうですね。人で的にも、は思うんですけど。そっか。老化現象で白くなるのは嫌だけど、自らの趣味でするのはいいってことですよね。そうなんですよ。ね、なんであ、すよ。本だから結当。構、その、ね、あの、結構ご年配の方でもですね、その、割とおしゃれな方は、もう最初から脱色しちゃうんですよ。そうすると、今度黒いのが伸びてくると気になるって言い出すんですよ。おお、逆にね。逆に、それで染めるみたいな。普通は白いのが伸びてきて、なんかそれで染めるってなるんですけど。そっか、白いです。いろいろです。その本当に人のその見た目の考え方だとは思うんですけど。そうですね。そうなんですよ。だからなんか若い人がよく真っ白に一回抜きたがるんですけど、いや結局最終的に白になるんだよって言いたくなります。で、そしてそこで白になったら今度白になったで黒にするじゃんっていう。矛盾がすごいなんか。矛盾に3年ぐらい前にちょっと気づいたかなっていう感じです。いや、おかしいだろうなと思って。まあ、人は矛盾を抱えている生き物ですからね。そうですね。ということで。じゃあ、そろそろ。そうですね。あそこのテストコーナーに行かないと時間を押しまくってたんで、今の話で。いいんですよ、髪の話。じゃあ、手相コーナーいきますね。じゃあ今日はですね、月給っていうところを見ていきたいんですけれども、小指の下にある、手首に近いところ、手のひらの中で、小指の下にあって、まあ、手首の上にあるようなここの膨らみのこと。月給っていうんですけれども、ここに、こう、太くてまっすぐな縦線入ってます。太くてまっすぐな縦線は左手に入ってるかな。これあまるあ、とね、太くはないか。感受性豊かとか芸術的センスがあるっていう感じですね。で、その太くなくって細かくいっぱい入ってたり、縦線入ってると、これちょっとストレス抱えておりますね。あとはですね、逆に横に伸びる線、割と濃いようなね、ここに伸びる線が入ってると、虹海線って言って、まあ、渡航線とか言うんですけど、海外に縁がある。なるほどね。という感じですね。リスナーの皆様ありましたか？ありましたかね。割とちょっと細かい線が入ってると、手のひら全体的にですけども、ちょっとストレスがあるかね、お疲れかな、みたいな。そうですね。ありますね。そういったところで終わりの時間が近づいてまいりましそうですね。皆様、また1週間をお過ごして、また日曜夜8時に、お会いできればと思います。この番組、毎週日曜日、
夜8時からやってますので、また来週もぜひですね、ご視聴をお願いしたいと思います。ということで、はい。はい。いや、皆様、秋の夜長をお楽しみしながら、また来週お会いいたしましょう。はい、はい。お願いします。ありがとうございました。おやすみなさーい。はい。はい。